マリオシリーズペーパーマリオシリーズペーパーマリオスーパーシールペーパーマリオスーパーシールはニンテンドーより2012年12月6日に発売されたニンテンドー 3DS 用ソフト。海外名称はペーパーマリオステックカースター。紙のようにペラペラなマリオが冒険するペーパーマリオシリーズの4作目。シリーズでは初の携帯型ゲーム機向けソフトとなる。 今回は紙の他にシールがゲームの主なテーマになっており、段ボールや紙でできたペーパークラフトのようなステージやキャラクターが登場する。マリオを操作してコースを探索し敵を倒したり、シールを使用して謎解きをしたりしてゲームを進めていく。本作では過去のシリーズ作に比べて紙を意識した演出がより強化されている。 また、ストーリーの描写は、色濃くなく、少なめになっており、ゲームで登場するキャラクターも、従来のマリオシリーズで登場したキャラクターが中心となっている。今作は全部で6つのワールドがあり、各ワールドはいくつかのコースで構成されている。今作では、スーパーマリオブラザーズさんや、スーパーマリオ RPG などと同様の形式の、ワールドマップが存在し、行きたいコースに、 マリオを移動させてそのコースを探索するシステムとなっている。各コースの最後にあるコメットのかけらを取るとゴールとなり次のコースが出現し先に進めるようになる。ただしワールドの最後のステージのみコメットのかけらは出現せずボスを倒すとロイヤルシールを得られる。コース上で敵キャラクターと接触する。バトルではマリオと敵が 順番に行動するターン制で進行し、バトルシールやモノシールを使って攻撃を行う。ただし、手持ちのシールがない場合は逃げるしかできない。また、コース上で敵キャラクターを踏みつけたりハンマーで叩いたりすると先制攻撃ができる。なお、今作では一般的な RPG における経験値、レベルというような概念はなく、バトルで敵を倒しても経験値は得られず、 マリオのレベルが上がるというようなシステムはない。ただし、マリオの体力の最大値はコース内で体力アップハートを入手すると増やせる。このほかバトルでは以下のようなシステムがある。コース上でマリオが使える能力で使うと今いる場所が1枚の紙となり、紙にカーソルが表示されている場所に持っているシールやマップピースを貼れる。正しいシールや マップピースを貼ったり剥がしたりすると仕掛けが動いたり様々な変化を起こせる。本作ではコースの至るところでシールを入手でき、入手したシールは画画面に表示される、シールアルバムに保存される。入手したシールはコースで仕掛けを解いたり、敵とのバトルで使用する。本作のシールには以下のような種類がある。ありがとうございます。